先月西区から引っ越してきて誰も知っとう人おらんで。うちが糸島の友達第1号やね。なあ、高校まで同じクラスやん。もう顔見飽きた。おむすびやめろ。ゆいの幼なじみ古賀陽太。あいつらに絡まれたら俺に言え。こういう幼なじみがいたらいいなっていうのが僕の中で陽太っていうキャラクターなので、ちゃんとこう大事な時はそばにいてくれるし、ゆいからすれば家族の一員になってると思うので、そういう短さみたいなのを一番僕の中ではこう意識して演じてますね。そんな陽太が打ち込むのは高校野球。熱い戦いが繰り広げられます。俺絶対にホームラン打つだけん、おむすびしっかり見届けてくれ。陽太頑張れ、頑張って。しかし立ちはだかるのは強豪校期待の新人。145キロ。この年で145キロ投げるでな、まさに超高校級。福西のヨン様こと四木翔也は栃木出身の高校球児。野球少年です。待ってろっつったべよるな。ゆえこれ遠慮すんな。うちの実家はイチゴ農家で山ほど取れっから。すごいまっすぐなんですよ。嘘をつけないというか、嘘をつけないからこそなんか周りにちょっとこいつアホなんって言われたりとかするんですけど、なんかそこも僕とめちゃくちゃ似てて、だから好きって言うとなんか自分のこと好きみたいで嫌なんですけど、なんかそこはすごい愛するキャラクターだなと思って見てますね。そしてもう一人。君書道に興味ない？俺と一緒に書道せん？もしかしてうちの青春始まった？初心者のヨネだ。ユイが憧れる書道部の先輩風見亮介。俺がかっこいいセリフが多いキャラなんですよ。書道の目的は字をうまく書くことだけやない。俺が教えちゃうよ。言いますって。でもやっぱ風見だから言ってても普通だよねって聞こえるように表情とかまあ声とかを研究した覚えがあります。ゆいをめぐる恋模様もお楽しみに。